エジプトのサリムワザラン・アブアラタ、インドゥーミーシュリンプフレーバー、揚げ麺に粉末スープとチーパウダーがついています。麺は細めの角断面でコシは弱めです。ちょっと古風な食感の即席麺という印象です。嫌な匂いはなく、変な自己主張もしないので、スープの邪魔をすることはありません。スープは少しとろみのある白濁で、舌触りはまろやかです。ナンバー6588スペシャルチキンと似た印象です。ただニンニクの香りはせず、代わりに甘めでわずかに生臭い感じのするエビの香りがします。チリパウダーはあまり辛くはないですが、単調な味から救うアクセントになっています。日本円にして16円程度の製品ですが、大きな不満もなく食べることができました。